ぽっちゃん、おはよう。ぽんちゃん。ぽんちゃん、ぽんちゃん。つやつやぽんちゃん。出てきました。カリカリ入れといたからね。あ、取られちゃった。一発で取られ長くしてもいいし。ジャン君のために今ネズミさんも絡まってるのを取ってますからね。やっぱポンちゃんの方がよく釣れるね。うん、ジャン君はこっちの方が好き。ネズミちゃん、あ、ごめんね。頭にぶつかっちゃった。ほら、ポンちゃんが釣れちゃうよ。あ、釣れた。ポンが釣れました。あ、ジャン君、ジャン君、ジャン君も釣れて。ほい、ジャン君、あれれれ、ジャン君、あれ、そーっと遊ぶな。反応が、なぜ反応が悪いで、ポンちゃん。ジャン君もただ見てるね、そこで。さっきまで遊んでたんだよ。カメラ回りましたっていう感じにしてんのかな。ピッて音がするとやめちゃうのかな。そんな分かってんの、ジャン君。最初ね、自分だけでね、ネズちゃんをね、放り上げたりとかしてたの。うん、だからね、とりあえず取って動かしてあげたら遊んだんだけど。
でしたね。せっかく撮影できると思ったのに。でもポンちゃんお手手で撮ってよ。首をいっぱい振っております。遊び疲れた。ほい。なんか来た。そういえばジャン君のワンワンはどこ行っちゃったの？撫でてどっか行っちゃったのかな。ジャン君大好きだもんね。ほい。ほい。全然かい。はい、ジャン君。ジャン君こっちおいで。もうちょっとこっち入れて、はい。ジャン君、ジャン君お腹見せてくれる？どんな感じか見たいんだけど。はい、ジャン君、はい、ゴロン、ゴロンゴロン、はい、はいはい。ですか。なんかちょっと黒ずんでるのは大丈夫かな。へそみたいになっててさ、これ汚れじゃないよね。まあ、引っ込んでるから、ただ腫れたりしてるわけではなさそうなので、もう一回ちょっと見ようか。じゃんけん、えがらん、えがらんがらんがらん、うん、大丈夫だね。走り回ってるしね。うん、ポンちゃん。じゃあポンちゃんもお腹見せて。意味ないけど。なんでなんで。よいしょ。ポンちゃん、あ、ポンちゃんはダメか。ポンちゃんはお腹白いよ。お腹に白いのがあるな。ジャン君、おいで。おいで。はい。ジャン君。来ない。ジャン君来ないのかい。ふみふみだよ。ポンちゃんのふみふみでーす。ポンちゃんふみふみしています。頑張って踏んでいます。ポンちゃんいい運動だね。セクシー大根さんの横で真剣にふみふみしております。ジャン君はついていないストーブの前にいます。ふみふみ。
混み合っております、混み合っております、本当だ、混み合ってます、ダンボールの中身ご紹介します。ポンちゃん乗っちゃった、はい、ポンちゃんもすでに乗っておりますが、いただき物です。これはムーミンニョロニョロの、これはラグ、うん、ラッコだね、はい、これちょっと開けちゃおうか、ポンちゃんが乗ってるよ、でもちょっと、まあいいか、じゃあこれで、うん、全体像はまたいずれね、ポンちゃんが、はい、そこにこれすごいなんか豪華な缶ですが、ゴーフル系のもののようです。これありがとうございます。でもお菓子思ったより重いです、ちょっとびっくりした、はい、あ、そして、カルディのコーヒー、コーヒーよかったね、コーヒー、はい、お、そしてこの系は、いくつか集まってますが、なんだこの気持ちいいテンピュールっぽいやつ、気持ちいいやつ、柔らかで、ここがスベスベスカフカ、このシリーズのこの手触りは本当に気持ちいいね、うん、さあタヌキなのか、あ、洋梨か、あ、洋梨、はい、あ、逃げたよ、ジャックが洋梨だ、洋梨、タヌキと洋梨が一緒になってるってこと、はい、じゃあ洋梨は、大根と一緒にね煮込むと美味しいよね、じゃあここら辺にね、え、はい、ということで、煮込んだことありません、これはハンカチだよね、鳥と襟がさえずっている、柄のかわいいねハンカチそしてファスナー付きタオルって書いてある、ファスナーはなんかちょっと普通と違うみたい、あ、なるほど、ケースっぽくもなるよということね、そうだね、こうなって、なるほどなるほど、うん、あ、なんか飲み物入れたりとかもできるんだね、ここにスポットね、ペットボトル入りそうだね、うんうん、ありがとうございます、ペットボトル、化粧ポーチにもなるし、折りたたみ傘、あ、はい、なるほどそして何度も行ったり来たりしている、これが、マスクケース使い捨て不思議、マスク使用はん、マスク使用は紙なんだ、袋封をしてゴミ箱へ押してください、はいはいはい、要するに、うん、マスクそのものにウイルスなり何なりがついてるといけないから、これに入れて捨てようでってことなのね、あ、マスクケースとして使っといて、うん、マスク入れて使って、ね、いろんなところに入れとくけど、使い終わったらまたそれに入れてそれごと捨ててねってことなんだね、うん、なるほど、そこまで来たんだ、すごいね、はい、ありがとうございます、すごいね、これに入ってたの、はい、これもミーティングニューシングス、よくわかんないという、今日のラインナップ、どうもありがとうございました、これ、あ、これ開けていい、はい、ポンちゃんいなくなったから、よいしょ、うん、という感じでした、よいしょ、よいしょ、こんなとこあんだね、はい、どうもありがとうございます、ジャン君ポンちゃんはおじさんのくしゃみで飛んで逃げました